第28回海,海軍航空隊は、フランス海軍海軍航空隊、支援航空部隊霊下の哨戒機部隊。第2次世界大戦中の1944年7月1日に、ノーフォーク海軍基地で編成された第8海軍探査航空隊が、1953年6月20日に、第28回海,海軍航空隊へ改編された。ランビウエ海軍航空基地に所在し、 小介機に演武121案を運用する。また、ディエールル・パリベストル海軍航空基地に文献隊を派遣している。第8海軍探査航空隊は、コンソリデーテッド・プビー -5A 飛行隊として、第2次世界大戦中の1944年7月1日に、アメリカ合衆国バージニア州に所在するノーフォーク海軍基地で新編され、終戦までの期間、 コルシカ島やモロッコ方面で活動した。第二次世界大戦終結後の1945年9月26日にアガディールからフランス領インド市内移駐し、同年12月5日に第8回海,海軍航空隊へ改編。1953年6月20日には第28回海,海軍航空隊へ改編された。 第28回海,海軍航空隊は、インドシナ戦争に投入され、ディエンビエンフーの戦いでは、地上部隊支援で活躍した。1956年から、チュニジアのビゼルト県にあるカローバ海軍航空基地に、移駐・アルジェリア戦争において1961年1月まで、秩序維持作戦に従事した。第28回海,海軍航空隊は1963年4月15日に、 解体し、2000年3月31日に、ノール 262E 及び、エンブラエルエンブー121アン飛行隊として、ディエールルパリベストル海軍航空基地で再編成された。2002年9月1日にニームギャロン海軍航空基地へ移住後、兵隊した第 56S 飛行中隊のノール 262E の移管を受け、飛行要員学校の支援部隊としても機能している。 2009年2月25日にノール 262E が退役し、2010年9月にはランビュエ海軍航空基地へ移住した、第28回海,海軍航空隊で運用したノール 262E。ありがとうございます。